ここにそのモデルを今書いてますけども、バケツが3つあります。で、先ほどちょっと修正しましたけども、ちょっと高めのとこ、中間のとこ、一番下と、あ、ごめんなさい、バケツがあると。で、とりあえず、最初に、ここに、1杯水を入れる。で、B と C は空にしておく。そういうふうなモデルですね。ですから、こちらからこちらには一方通行で水が流れます。で、ここからここも同様ということですね。で、そして、ここの初期値をダブルクリックしてこれ1にするですね。で、 B と C は0ですね。で、そしてここから水が流れ出る勢いってスピードは A の液面に関係しますから、この液面の高さをこの AB という管抜きにですね、情報を与えてやる必要があるんですね。で、その関係を定義しないといけないので、ここをダブルクリックして、ここで、とりあえず 0.1×A としました。やり方はもうすでに分かっていると思いますが、 0.1×A というふうになるんですね。で、こちらとこちらの関係も同様で、これで乱します。で、通常はデフォルトで12秒間 の計算になってますけども、ちょっと時間を長くとってランスペックのところで、ここですね、60秒にしています。で、例えばこれはこのデフォルトではデルタタイムを 0.25 秒にしてありますけど、例えばこれを 0.1 秒にするとかいうこともできる。もっと細かく計算していくということもできます。で、実際にランをしますと、こういうことになるんですね。で、ここにもアニメーションがありますけれども、水が最終的には C に移っていくということですね。で、これがこのバケツがあってカスケード状になった場合の、一応正解だというふうに思います。クラッピングはバケツの水の量、そうです、途中でなんか一応大きい総計が一応大きい、あ、これはですね、このスケールが自動的に最初取られるんで、共通じゃないんですか。一緒のはずです。2は0、あ、2はこれ0っての変だな。あれ見てみましょうか、テーブルを見てみましょうか。実際表でも見ることができるので、これでちょっとやってみましょう。真ん中がこれがこれですよね。一応超えることないようですね。超えてないですよね。スケールは違いますね。これ自動的になってしまっているので。これなんか変だよね。これ。これが0ってなってるので、ちょっとこれおかしいですね。スケールをですね、決めることも確かできたと思います。B のスケール、これが自動的に0.373 みたいになってるから、どうするのかな、これはどこかで、変えられないな。確か変えることはできたと思います。ちょっと今探せないですけども、だから実際こう表で見てみると、最高値で36%ぐらいですかね、
だから実際このグラフはオーバーに書かれていると思います。実際はだからここら辺でこうなるということになりますね。とまあこういう感じですね。一番単純な話で、まあ、こんな感じということです。それで実際、そのイクエーションのところを見てみますと、一番下のタブですけど、こういうふうに微分方程式が書かれている、自動的に書かれています。ですからモデルで、ちゃんと、関係付けをしてやると、最後までしつこくことここは定義されてないっていうのはですね、このモデルから言ってきますので、モデル構築の上でのバグっていうのはかなり少なくなると思います。じゃあちょっと休憩をします。2時40分に再開ということで、消さないです。